新しいの持ってくの。この人なんか美味しいチョコだけ食べてます。よいしょ。ネイルサロン行ってきました。アロカです。めっちゃ綺麗ですね。そう、マシモ。いい、マシモ。松江くんめっちゃ気になるカードです。つけるね。まつげ。すごいっすよね。うん。これにつけるんですよ。やったらいいじゃん。動画のネタになる。自分でバリカンで髪を刈り上げたカブチカです。まあそんなところで1月になりましてですね、正月ってなると金時って感じだと思いますので、金時人参を俺たちにあげていきたいと思います。金時人参がこれですね。でそれを動物たち用にハマちゃんが切ったので、うん、まあ、その様子は、はい、あのおまけ映像で見れると。こうやって切っていく。おー、すごいね、すごいね。違います。え、なんで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 、え、こうじゃない。なんでなんでなんで、何してる。じゃあ早速上げていきましょう。ひーちゃんやってきたよね。食べたいってきたのかな。長めにお、ちぎってちぎって、ちっちゃ。もう食べた。食べてる食べてる食べてるね。人参好きだっけ。好きってほどじゃないですけど、あ、そうなんだ。食べますね。餌に混ぜてるので。美味しい、ピッチャー。お、長めに行く。お、長めに行くね。ちゃんと食べてよ、それ。長くないですか、ね、あ、なるほど。それを持って食べるんだ。じゃあ。好きなんだ。こっちがいいの。美味しいのかな。やだ。うん、やばいお贅沢すぎるな。おお、贅沢に。うん、美味しい。美味しい美味しいんだ。全部なくなっちゃうよ。全部食べちゃった。美味しい。じゃじゃん。みんな。あれ、おつまないね。反応悪いね。でもサワサワして切れてます。来たよ。サワサワ。来た。もう食べ始めた。もうちょっとあっちに食べよう。すごい美味しいって。いいですね。ちょっとギュムギュムで顔。どうだろう。スズメが入れない。ああ、本当だ。スズメ、頑張れ。頑張れ。こんなに長いのに入れてもらえないんだ。うん。蹴られてるラベンダーに。初めて見ました、蹴って、阻止してるとこ。これはどかしたら買いやすくなるかな。変わらんか、変わらん。端っこどこ端っこ。あ、もう端っこないんだ。スズメ。スズメちゃんは一つあげる。そうですね。はい。嬉しい。なんで引っ張るの。ここで食べて、ここで。ここで食べて、ここで食べて。ここで。スズメちゃん。控えめだなぁ。持っていこうとするね。かわいい。ああ、争奪戦になってる。かわいい。結構引っ張るね。もうだいぶかじられたね。だいぶなくなりましたね。猿も嫌いではないんですけど、人参。はい。いらん。思ってるのじゃなかったね。チンチラ行きますか。チンチラ、あ、なるほど、チンチラいいね。枝かじってるそこの君。誰ですか。畑石かな。ここで食べてほしい。これはトノです。これ持てる手で。いいね。お、長ホルンだよ。ホルンだっけ。なんていうっけ。ホルンだよね、多分これ。かわいい。かわいいね。たけし。たけしです。
げるから長い長い。面白いな、先端から食べるんだね必ず。本当ですか、こんな長いのあげてもね。なんか折ったりとかしないんですか。うん、中間噛んでさ、食べないんだ。ちゃんと一番端っこも、端っこから食べるんだね。かわいい。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。すごい、かわいい。かわいいね。よくチンチラ飼ってる方に、鳥餌で野菜あげてお腹壊さないんですかって聞かれるんですけど、うん、うちの子はもう慣れてるというか、普通の餌で野菜をあげたりしてるので、お野菜あげすぎてお腹壊したは全然ないですね。うん、細いのを、あ、チュも見てる、痛い、おー、すげー、おー、餅すぎ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 、まだあんなに甘い。どっちに行くの。そう、どうなん、美味しい、かわいい、美味しいね。すごい、口が怖いですね。なんで、もうかわいそうでしょ。この学会欲しがって、あ、入って食べる。あ、新しいの持ってくの。この人なんか美味しいとこだけ食べてませんか。二人とも美味しいとこだけ食べてない。真ん中が美味しいのかな。あ、もう人の方がいいな、人の方が良さそうですね、この人。人の方が美味しそうに見えるんだ。お、いがないでください。これ、これは小鳥です。小鳥。ネタバタポン酢が来ました。ネタバタポン酢。仲良く食べなよ。マフラーも来ました。やだ、取られちゃった。仲良く食べてくれなかった。美味しい、美味しい。できなかった。あの、お散歩させられてます。お散歩してんだ。あれね。もうウサギもいなくなりました。うん、早く早く、はい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 、でも俺じゃない。落ちた、
食べてるね。食べてる食べてる、はい、食べてるけど結構出てくる、はい、食べてるけど結構出てくる。食べた食べた、でも食べた食べた、うん、食べた。長崎マイオパーク。金時人参去年もあげましたけど、あげたかもね。私があげたかあげてないか覚えてないですけど、うん、意外とみんな食べたね。うん、うん、フィーちゃんとかさ、そんな人参食べるイメージなかったけど喜んで食べてたから。普通の人参だったらもうこいって、うん、普通の人参より好きかもね、うん。じゃあ結論いくか。結論早いです。ね、結論、こいつにはやると言ったらやる、甘みがある。まあまあいいんじゃない、よくわかんないけど、はい。ジュジュの奇妙な冒険第5部、ブチャラティのセリフだったと思います。これはジョルノに対して、こいつはやると言ったらやる、凄みがあるって言ったオマージュです。金時人参みんなに大好評だったな。ルッドボタン、金時人参こんな味します？コメント。ああ、食べてないからね。食べてないから教えてもらえるとね。ああ、いいね、この話。可愛いね。可愛いね。可愛いね。すずめちゃん、金時人参食べるために頑張れ。チャンネル登録お願いします。どうした？ね、嬉しい。そうやって遊ぶんだ。そうやって遊ぶの好きな。バイって。こうやって聞いてる。おお、すごいね。すごいね。違います。なんでなんでなんで。え、こうじゃないんです。なんでなんで。何してんの。これ曲がってるじゃないですか。え、どういうこと。そうやって切れば曲がってても切れるんだ、逆に言うと。だってこう。ってなっちゃうじゃないですか。こっちか。うん。そうね。力か。でもほらほら、こうしたら。だって何年飼育歴。もう3年経ちます。じゃあ大丈夫や。血出したら YouTube 使えないですもんね。使えないっていうか、上近さんが倒れちゃう。あ、そっか。え、若ちゃん倒れないんだ。いや、血見るのはそんなに私。あ、大丈夫なんだ。そうですね、もう慣れましたね。注射は大丈夫なんだっけ。注射は嫌いですね。あ、ただ単に嫌いだし、倒れる。あ、そう、僕わかんないですけど、やっぱ横になってすると気が楽になるんですか。いや、あれほら、迷走神経反射って言って、うん、多分あれ血圧が下がっちゃうね。でも横になってると血圧下がっても血圧力いらなくなるじゃん。心臓から脳の高さが変わらないから、だから倒れない。まあまあ、もう最初から倒れてるか倒れないと倒れないんだけど、ね、全然楽。横になってるとそんな具合悪くならない、ね。うん、ピアスを付け替えるときに瞑想なんとかで。あ、そう、あ、ピアスしてんだ。そうなんだ。あ、そうなんだ。なんでそのなんでなんで迷走神経反射になるのにピアスするのかよくわかんないけど。もうだいぶ慣れたんですけど。ピアスで血液が変わる、血圧が変わるんですか。いや、やっぱほら恐怖心からだから、あれ。よく開けたね。いや、開けた時は全然大丈夫。大丈夫だったの。安定してないじゃないですか。うん。で、付け替える時にあのどこが穴か全然わからなくて。やばいやばいやばい、やめましょうやめましょう、やめよう。俺が倒れる。ダメだダメだ。俺いつも必死にそういう系を話さないように。あ、そうなんですか。心かけて話してるの。やばいやばい。この間久しぶりにスケサウドに行ってきました。あ、そうなんだ。ごぼ天肉うどん食べたんですけど、うん、ごぼ天が安いよね。いや、そうそうそう、あの5本入ってるんですよ、うん、こんなんが、うん、ちょっとお腹に来ちゃって油がすごくて、ちょっと僕天ぷらもう無理か。早っ。まだいけます。豚肉もダメだ。いや、助さんうどんのあの案件もらおうとしてるのかと途中まで思ってたけど、途中まで思ってたけど、今のちょっとどうなんだろうね。どっち、うん、難しいかもしれないね。あ、まあ年のせいっていう話だけどね。美味しい、美味しいし安い。とろろ使い放題じゃない。いいよね、あれね。使い放題なの。やばいよね、あれ。そう。食ってる食ってる。たっちゃん、キャッチできるかな。この近さはキャッチできない。え、キャッチできるの。ダメだ。あ、ダメだ。
ハスキークッキーだとキャッチできるんですよ。あ、そうなんだ。へぇ、すごいね。キャッチできるんだ、君たち。ダメだ。ダメでした。ダメでした。うん。すごい、稲荷好きだ。稲荷はキャッチできないの？稲荷はできないです。あ、そうなんだ。はいはい、かわいい文章。文章だね。どうでした？96点ぐらい。すごいじゃん。すごい、おめでとう。あ、でも、あ、説明、うん、飼育員になりました。え、日本動物園水族館協会っていう協会があるんですけど、その中での飼育員なら受けるよね試験があるんですね。森キララ。あ、森キララなんだ。で、1時間あって30分経ったら退出していいって言われたんで、36分ぐらいで退出して、あの森キララに新しく来たチーターを見て、千葉市だ。そう、千葉市と、あ、千葉市から来たの。あの、別号の1頭。あ、そうなんだ。めっちゃでっか。どうした？あ、そんな声なの？